座合わせ中です、愛好家さんの元から持って帰ってきまして、お引越し先の飼育水を、まあ、点滴法で、少しずつ水合わせします。大体半日ぐらいかけて、この水合わせをやっていきます。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。ミックス水槽を作ろうシリーズの第3話ぐらいになるんですかね、自宅の方に、持って帰ってきました。飯田さんオランダと伊勢オランダで飯田さん龍金ですね。で前もって、こちらに90の透明の水槽を、まあ、待ちに待った状態で、野外の方でスタンバイしておりました。で自分のもう導入方法はもうシンプルで、もう水合わせをしたら、もうそのまままあ、ここからトリートメントだったら薬浴する方もねいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、今回こういう状況ですので、もうそのまま全員そのままお引越しっていうことで、もう新しい水槽にドボンと、お引越しさせます。久々 の、 金魚購入動画なんですけど、当時自分も久々金魚買ったので、やっぱね楽しいですね、水槽に入れる瞬間っていうのは。そして入れてから数日間の間っていうのは、まあ楽しかったんですけど、まあそれなりに、多少のプチトラブルというか、ちょっと、想定外のことが起きたりして、ちょっとまたそれは次週というか第4話にまたお話をしようと思うんですけども、とりあえず、今日は導入動画です。魚の感想をそういえば言ってなかったんですけども、自分は意外と伊勢さんと飯田さんの金魚を飼うのは初めてです。どっちかというと自分は養魚所とか愛好家さんから生産されたものを飼うっていうことが多かったので、まあ、よくペットショップだったり金魚屋さんにはよく見かけますね。飯田さん、龍金だったりオランダで、伊勢さんオランダだったり、伊勢オランダって言うんですかね、だったりよく見かけはしたんですけど、なかなか縁がなくて今まで買ったことが実はなかったです。で特にやっぱ龍金ですね、龍金やっぱ綺麗ですね。まあ龍金って言ったら本当もうピンからキリたくさんねいる品種、オーソドックスな金魚すくいにも出てくるような個体なので、本当上から下までの差が激しい金魚たちなんですけど、そういう意味では飯田さんの龍金っていうのはもうほぼ本当トップクラスですよね。で初めてその生で見たんですけども、まあ、ペットショップとかで見たことあるんですけど、実際自分がこうやって飼って水槽に入れてこう鑑賞するのが初めてなんですけど、やっぱり色ですね、赤が綺麗で、この赤です、この綺麗な赤にで長い尾がめちゃくちゃ綺麗ですね。もともと愛好家さんのところに見に行った時に龍金を飼うなんて頭になかったんですけども、実際その本場の、飯田さんの龍金見た時に、まあ、ちょっと一目惚れして、愛好家さんのご自宅に購入に伺った時は、自分の頭の中ではオランダシガシラのキャリコとかもいたんですよ、とか真っ白なオランダシガシラとか、なのでオランダシシガシラのカラフルなやつを作ろうと思って行ったんですけども、実際オランダシーガシラより存在があったのがこの飯田さん龍金です。やっぱまじまじ生で見るというやっぱ存在感がすごくて、この赤ですね、とにかく綺麗で、本当はイメージしたのはここの水槽に今白と赤が泳いでますけど、自分のイメージとしてあと黒とキャリコ柄、ね、その2色もあとホワイトも入れたかったんですけど、全然その黒とホワイトがいなくても全然綺麗になるなと、まあ、現場で見てそう思ったので、ちょっとこの子たちに絞って購入させてもらいました。あとちょっと当初はですね5匹ぐらいを予定してたんですけど、もうあまりにもいい金魚がたくさんいたので、あれもこれもってで値段もすごく安かったからですね、ちょっと買いすぎちゃってちょっと噛みつぎ身になってしまって、なかなかろ材なんかたくさん入れて、でそのろ材の中に一応またろ材が付着しやすいように水の流れ出すためにエアーストーンもですねろ材の中に、2箇所両サイドにぶち込んでるのとで、あれですね、名前が出てこないブクブクです、ちょっとなんとかコア L サイズですかね、を入れて、やってるんですけど、なかなかバクテリアがまだ立たないのと、まあ、立ったところでなかなか
こんだけの引き数、こんだけの大きい金魚が引き数いると、回らないと思うので、当分は水替えで回していこうかなと思います。で、年には年後で結局3日間ですね、3日間餌を切りました。なかなかこの量の水槽の立ち上げ、水はもう丸々の、浸水ですので、今バクテリアが一切いない状況ですので、数週間1ヶ月は多分苦しむな覚悟で、この中に入れました。少し今より、ちょっともしかしたらこのね一時期だけ痩せるかもしれないですけども、とにかく餌の量というのを気をつけて、3日間の餌抜き以降は、消化のいい餌を、まだここも上げすぎずに少しずつ上げて、水槽の飼育水作っていきたいなと思います。で、一個勘違いしないでいただきたいのは、これ夏の現在の動画ではありませんので、5月末から6月ぐらいだったと思います。まだまだ涼しい時期の動画ですので、でまた梅雨に入るか入らないかの時期ですので、まだデリケートな時期ですので、餌をですねたくさんあげるのも怖かったのでっていう意味です。なので現在8月の動画ではありませんので、季節によって水槽の立ち上げ方も、変わってくるということですね。で、この立ち上げた時にですね、ちょっと何回分かもう多少なんですけども、ミラクルバクテリアっていうやつですね、有名な、すごいバクテリアですね、これ入れるとすぐ水槽出来上がっちゃうっていう都市伝説のようなバクテリアがあるんですけども、一応それ使ってみました。で、今入れた時はですね、こんな感じで濁るんですけど、次の日、数日経てば安定してくるのがミラクルバクテリアなのかなと思います。なんせミラクルですので、ちょっと次の日どうなったかはちょっとまた次回の動画でアップさせていただきたいと思いますので、とりあえず今日はこれで終わります。どうもありがとうございます。